はい、それでは理系物理の学習ね、まあこれについて話していきたいと思いますけれども、まあというわけなんでね、いろんな問題に向き合わなくちゃいけないのよというね話にはなったわけなんですが、ただし実は出題されてる内容っていうのは親父の頃から大して変わっていないよというね、いやおかんの頃からでもいいんですけれども、まあそれはいいとしてっていうところになりますが、というような感じになってきまして、そう、じゃあ何をどう勉強していけばいいのかというところなんですが、まあ何はともあれね、一分野だけ突出してたってダメなんですよというね、それは間違いなくあるところです。だからバカにしちゃいけません、教科書応用問題集ね、あれをしっかりしっかりやりましょうと、まあそれはいつの時代も揺るがせにしてはいけない部分ですね。でそしてまあ大体そう、教科書応用問題集って標準問題、発展問題とかね、 A 問題、 B 問題とかね、2レベル構成になっていることが多いんですけれども、まあ何はともあれね、基本問題の方だけだって A 問題の方だけだってね、どの分野の問題見てもしっかりできるようにしとけば、まあまあそれなりの大学に手が届くようにはなってはきます。実を言うと、いやそんななんないじゃないですかとかね言う人いますけれども、じゃあそうおっしゃるからさ、例えば電磁気の最後の方の交流ね、パッと解けますかとか、原子分野は大丈夫ですかと、そういうことを聞かれてやっぱりこうズキッとくるところがあるじゃないですかというね話になってきますので、そう、そんな私は甘いことは言ってないんですよ。本当にね、どの分野ね、教科書の最後の方に書いてあるとかそういうことは一切抜きにして、どこが出てきたってしっかりとできますよという、そういうふうに持っていってもらうことがとてつもなく大事なんですよとね。でそれでもって、そう、さっきの続きになりますが、今度発展問題、 B 問題ね、ああいうところまで、そう、どの分野の何が出てきてもパッとね回答の方針が思いついて、なおかつ叱るべき計算ができるんだとすれば、まあやっぱりね、かなりもう難関大合格というのも現実に近づいてきてますよという、それは間違いないところです。でそしてまあね、場合によっては本当に教科書応用だけで入試問題に向き合うというね、そういうことだってあり得ます。悪いことも何でもないです。それで合格点だって取れるとは思いますよというところではあるのですが、ただね、やっぱもう一段階ね頑張っておきましょうかということで、やっぱ皆様その重要問題集ね、まあそこら辺をやっていくことになるわけだなとね。でまあそう、教科書応用よりはちょっとレベルも高め、量も多めというね、まああんな感じの大問になっていることが多いので、まあそこのところをまたまたね、どの分野の何が出てきても、まあごく一部 B 問題とかでからちょっと厳しいんじゃないかなとかね、あるのはあるんですけれども、可能な限り言い訳抜きでしっかりとね、合理的時間内に正しい回答が導けるようにというね、まあそこをしっかりとやってくださいなというのは大事で、これはねそれこそね、親の世代からね全然変わってない勉強法ですよ。でただね、こっから先考えなくちゃいけないことがあります。だからそう、形式的な違いもさることながら、内容面なんですけれども、要するにね、いわゆる力学、熱力学、波動、電磁気学あたり、そこら辺はね大して変わってないです、2、30年経ってもね。でおのずとそう、入試問題としてもある程度なんか雰囲気は変わってくるんだ、表現も変わるんです。ですけど本質的に言ってやってることは変わってないじゃないですかという、そんなところです。でやっぱりね、2、30年なんてもんでなく、ここ10年ぐらいでもかなり変わったなと思うのが、もう一個言っていない原子分野ね。だからね、これも訳ありでして、原子って前のカリキュラムでは選択分野だったんですよ。でそしてどうしてもそう、原子との関わりが深いね、放射線などで関わりの深い医学分野とかね、そういうようなところで使いますから、例えば医学部の入試であると原子の問題がたくさん出てきた。だから
たった1年すごい年ありましたからね。慶応の医学部でしたけど、第1問原子、第2問原子、そして第3問もまさかの原子というね。あーって感じでしたけれども、うん。まあね、そんくらいにね、とても大事にして出しまくるとこは出しまくるんだ。いや、まあ理由はもうちょっとあるんですけどね。それは後で話します。で、そうなんです。カリキュラムは変わりまして、今は、まずそう、そこを誤解しないでくださいね。最後に出ている原子はやらなくていいわけでも何でもありませんからね。間違いなく必修ですからね。ということでそう、必修に返り咲きました。で、まあそうなんだよね。実は前のカリキュラムね。そこら辺を考えても必修にはなっていたんですが、なんか出してる大学少ないよねという、そういう雰囲気は間違いなくあったんですが、今回必修に返り咲いたら、かなりね、なんか前のカリキュラムの時オタク出してなかったよねという、そんなようなところも結構原子分野の問題出すようになってしまいました。で、それでもって入試問題として出れば出るほどだんだんと出題の難易度とかね、ひねり具合とかね、そういったところが向上していってしまうのが現実としてありますよと。つまりね、原子もそう、何十年も前から出ている古典的なものっていうのもありますけれども、例えばそう、素粒子の一覧とかね、教科書に表が出てるんですよ。で、そこのところって間違いなく教科書には出ているけれども、なんか実際入試には出ないじゃないですかという、そんな感じの暗黙の了解があったんですが、実はね、これはね、何年か前に某医学部で表の穴埋めとかね、そういうのを出してきまして、で、それでもってやっぱ一つでも出すところがあると追随するところはたくさん出てくるというね、話になってきますので、もうね、聖域でも何でもなくなりました。あれもちゃんと出るんですよ、素粒子のお名前なっていうのもね、っていうことになりますので、まあもちろんね、教科書傍用ですよとか、あとあるいは重要問題集ですよとかね、そこら辺でもフォローされているっちゃいるんですけれども、まだまだね、記述として十分かというとそうでもないよというね、話になってきますから、ほらね、今言っちゃった通りですけれども、まあなんだかんだと言って教科書ね、そこに出ることは全部書いてあるんですよという、まあそういう裏がありますので、しっかりね、教科書をメインにした勉強、それをこそね、別にそう、教科書って基本を勉強するためのものだけというわけではありませんからね。難関題を志望すればこそ教科書を徹底的にやり込むよというね、まあそういった態度をしっかりとね、身につけていってもらえればなというところですね。で、そう、今言っちゃいましたが、教科書ってなんで大事なんでしょうかというと、それが入試におけるネタ帳に相当しますから。だからちゃんとね、まっとうに試験問題を作っている大学であれば、こういう問題を作ろうと。で、それでもって代表的な教科書、だいたい4社分ぐらいかな、集めといて、ちゃんとこの教科書のここに該当するものがあるよねとかね、それ確認して出してるんですから。あと、ちょっと教科書レベルじゃないのってあるじゃないですかって話になりますけれども、まあそこは確かにグレーっちゃグレーなんですが、まあそう、教科書のこういう内容を知っていて、で、それでもってうちの大学を受験するレベルの受験生なんだとすれば、もうちょっと推測してこういうことはできますよねとかね、あとあるいはリード文でこのくらいヒントを与えておけばちゃんと解けるじゃないですかとかね、まあそんなような部分っていうのを試そうというね、感じで入試というのは実施されている。まあだからこそ間違いなくね、こちらとしてもネタ帳であるところの教科書ね、そこから攻略していってもらえれば、まあそうなんですよ、今言った通りで、とりあえず教科書には出てる。だけど、なぜかなぜだか試験問題にはあんまりなっていないというね。そういうものに関してだって、しっかりと対応が取れるようになっていくのですよと。
だからそれをやんないと、なんだかこんなの全然見たことなかったとかね。ブツブツ言いながら試験会場から帰ってくるとね。で、それで久しぶりにそう、埃かぶった教科書開いてみた。教科書にまんま載ってたじゃないですかとかね。まあそんな事態になってしまいますので、まあそういうね、悲しい未来を迎えないための教科書をやりましょうよなんですが、まだまだね、教科書やることの恩恵というのはたくさんありますからな。まあその辺に関して次見ていこうということで。じゃあそんなあたりで本日お疲れ様でございました。はい、本日の授業いかがでしたでしょうか。あ、面白いな、分かったなと思っていても1週間2週間と経つと忘れてしまうのが人間ということになりますので、ちゃんとね、またまた間を空けて復習することを忘れないでくださいね。それでは皆様さようなら。